その前にですね、林社長ミニコーナーがあると伺ってるんですけれども、はい、はい、そんなのがあるんですか。あるんですか、はい、あるんですか、いいですか、この対局前に。本当もうね、このシナリオライターの方も鬼ですね、本当、はい、でもこの後にちょっと休憩をしていただいて、はい、対局のこのやっぱモードがあると思いますので、はい、あ、はい、ありがたいです。そこが間、まあまあ、を置かせていただきますので、はい、しばしお付き合いくださ い, っていうです、ね、はい、休憩の前に何か、はいはい、質問コーナー入ってもいいですか。はい、あ、来ました、今音楽が。それでは行きます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。将棋との出会いは、ああもうすぐに、もうすぐにですね、はい、パパッとあまり考えずに、父親にルールを教わりました。はい、はい、将棋の駒で一番好きなものは、桂馬です。桂馬、はい、今年に入って一番嬉しかったことは、今年短いですか。自分で、銅像に作って美味しかったことです。はい、家庭的、今ハマっていることは、妖怪ウォッチです。本当ですか、はい、本当ですか、本当です。好きなタイプの芸能人は、ゴーリキアイムです。はい、お、友達じゃないっていうやつですね。はい、最近まだ日が続いてます。はい、それではいけないと思い、あなたは何かを変えようと思いました、はい、それは何。 A ファッション、はい、B 部屋のインテリア、はい、C 髪型、はい、D 趣味。インテリア。インテリア、はい、おー、 B ですね。あったかいんだから、あったかいんだから詳しいですね、お笑い、はい、大好きです。クマムシ、クマ、クマムシじゃあ何でしたっけ。ですかね、ですよ ね, ですね、僕もあれ好きです。はい、今年の目標は、今年の目標はイケメンって来てますね。じゃあ青龍2連覇で。おお、すごいのかな。じゃあ先生、ありがとうございました。以上、7手詰めの質問でした。はい、ということですね、7手詰め、すいません、僕冒頭で話すの忘れてしまいましたけど、はい、これ今回コンセプトが、はい、私からゲストの先生に詰める質問をいこうということで、はい、ゲスト棋士と質問詰めということで、質問詰め、詰め将棋の詰めと考えて、はい、あ、私詰まされたんですね、7手。そうで、詰める予定だったっていうことで、なるほど、将棋じゃなくて質問で詰めるっていう、あ、詰まされてしまいました。そういうコンセプトだったんですけど、はい、なんと僕これ読み飛ばしまして、これですね、後でね、あれ始まったんだと思いました。そうですね、これ、シナリオライターで怒られそうですけど、ね、ですね、はい、ちなみにですね、はい、今下さんにいろいろ答えてもらいましたけど、はい、香川さんの方から、はい、その回答の中で、はい、何かちょっとツッコミどころとかありましたか。ツッコミどころですか。はい、そうですね、はい、まあ、なんといっても、はい、妖怪ウォッチですか。なんといってもいや、ジバニャンが可愛くてしょうがない。ジバニャンが、ジバニャンが可愛くてしょうがないです。妖怪ウォッチの妖怪体操とか、はい、いや、踊れませんよ。踊れないですか。いや、でもテレビの前で見てたら、ええ、踊っちゃいますけど、これ振りですか今日。違う、なんか BGM 持ってませんか。妖怪体操ですよね。ヨーデルで、ヨーデルで、そうですよね。ちなみに好きなタイプの芸能人はゴーリキアイムさん。ちょっと、はい、ちょっとなんていうんですか、ドラマを見て、そのキャラっていう役がちょっと可愛かったんで。なんでドラマ、何でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、深夜のドラマ、深夜のですよね。やっぱね、はい、ゴーリキアイムさんですよね、はい、妖怪ウォッチのリンクまで貼っていただいて。この何でしたっけ、なんかの、あー、はい、CM の、CM のランチパックの CM、ランチパックの最近新バージョン出てるんですよ。そうなんですか、ゴールデンさんのランチパックの。そうなんですか、あ、そうなんですか、友達でないの、あんまり興味じゃないね。やれ、めちゃくちゃ面白いんですよ。ぜひね、はい、新作も見ていただきたいなと思ったんですけどね。はい、桂馬、はい、桂馬はなんで桂馬という、まあ、飛車が強いんで好きなんですけど、やっぱ華やかな桂馬が、そうですよね、はい、中原先生もね、桂馬の名手として有名ですけれども、桂馬が活躍する将棋はなんか綺麗で華やかな印象があるんで、はい、そういう将棋を目指したいなと、はい、やっぱ飛車さんのね、将棋というとやっぱ桂馬のね、印象がありますか。これからね、これからさらにこれから、はい、社長ちょっと目が泳いでます。いやいや、すいません、これから、これからさらに、ね、はい、楽しいですね。はい、はい、こんなところでして、最後の質問というのは何でしたっけ。つまらない日々が続いていて、はい、はい、これではいけないと思い、はい、インテリアを変えようと。急になんか違う質問ですよね。いやいや、でもね、部屋のインテリア、あの質問で、はい、ファッションとかインテリアとか髪型、はい、趣味で、はい、インテリアを変えたいってことでしたが、はい、インテリア変えたい人はどういう人なんでしたっけ。え、
実はですね、はい、最後の質問心理テストなんですか、心理テスト心理テストだったようでして、この質問でどのような恋をしたいのか分かるそうですよはい、A のファッションは、はい、相手と付き合って自分自身が向上するような恋をしたいタイプ などなどあるんですけど、はい、インテリアを選んだ方は、はい、相手と付き合って精神的に安定するような恋をしたいという、精神的に安定するような、なんていうんですかね、こう居心地のいい相手というんですかね、なるほど、そういうのを求めてるんですかね、どうなんですか、そうですね、そうなんですかね、どうなんですか、そうなんですかね、2回聞きましたいいツッコミですねそうなのかもしれないですね、そうなのかもしれない、正義はなかなか受け勝利ということで家の寄付ですかね、ガッチリガッチリ受けてきます、はい、川田さんの目力で、はい、どうなんですかと言われると、はい、なんかちょっと答えちゃいそうですよね、答えちゃいそうですけど、はい、正直に将棋ウォーズも受けは 3.9 ぐらいあるんで、お大丈夫です、最強レベル、はい、はい、ということでね、先ほどもお話しした、はい、何でしたか、はい、アバターのセリフのアンケートを始めます、はいはい、いきたいと思いますね、はいはい、さて石田先生のアバターが、はい、セリフがついてるんですよね、それをこう発表する前に皆さんに予想していただきたいと思います、はい、さあどのセリフを、あ、出てきましたね、この4択ですね、選んだのでしょうか、じゃあ先生1個ずつ読み上げてください、はい、はい、1番が核交換試験飛車破りは任せろ、はい、2ダーちゃんだよ、はい、ダーちゃんだよ、3加古川整理取ったど取ったど、いいですね、4北海道名寄市の星、星、はい、星、どうですかそれぞれ、1番から私がちょっと本を書きまして、核交換試験飛車破りという本、はい、はい、ということで私に任せろと、おー、はい、頼もしい一言、はい、そして、2番がダーちゃんだよと、これはあだ名ですか、そうですね、ちょっと先輩棋士によくダーちゃんって石田のダを取ってダーちゃんって呼ばれてるんで、はい、なるほど、ダーちゃんだよ、自分で認めちゃったっていうね、はい、はい、で3番は、はい、もうね、ここは整理取ったど、取ったどですよ、浜口さんみたいな、川を魚取ったような感じで、はい、大物ですからね、はい、やっぱ北海道ですからね、釣りにかけてみたんですよ、そうですね、ちょっとはい、はい、そう、4番にありますけど名寄市のご出身なんですよね、そうですね、地元、はい、北海道名寄市というところ、はい、星かどうかちょっと分かんないですけどね、いやいやいや、賞、はい、をねいただいてるんですよね、あ、はい、特別賞、おかげさまで、2012年、はい、ありがたいですね本当に、はい、はい、じゃあ皆様いかがですか、アンケートオープン、お、お、割れてる、あ、意外と3番が、なるほど、なるほど、小川清流取ったどうと、取ったど、人気ですよ先生、今回は4択良かったんですね、はい、どれも割れることないんですよ、どれもそうなんですか、ありそうですもんね、どれも、あ、押し忘れちゃった方もいらっしゃった押し忘れちゃったやっぱ加古川清流取ったっていうのは、はい、やっぱり私も含めて将棋ファンの方からするとね、すごいやっぱあの、あそこ優勝者一覧に乗ってますから、そうですね、やっぱりインパクトあるんですね、そうですね、はい、そう2連覇もね宣言されました、ということで、はい、はい、では石田先生答えをお願いします、はい、カメラに向かって答えは核交換試験飛車破りは任せろ、俺に任せろ任せろですね、はい、ということでした、はい、はい、先ほどからあの門倉先生涙目なんて書いてあるそんなことないですよはい、いつ頃書かれたんですかね本は、そうですね、去年の、9月に出たんですかね、あ、じゃあもう新しい本なんですね、はい、出たばっかりです、新書ということで、はい、どうですか対象の記録の方というか、いやもう本当に核交換試験飛車戦法っていうのを知らない初心者、はい、初心者、まあちょっと戦法を覚えたいなっていう方から、まあ、有段者の方まで、はい、読める本かなと思います、あ、はい、素晴らしい、じゃあ皆様これを機にぜひお買い求めいただけば、はい、ぜひぜひ、はい、お願いします、いいじゃないですかね、はい、と、はい、以上宣伝コーナーでした、はい、宣伝コーナーでした、はい